始まったばっかりですね、うん、何いややっぱ一発目気合い入れて頑張ろうと思ってるんですけど、うん、入らないですね。入らん、嘘つけ。負けた。いや勝ってます。予選落ち。予選は抜けました。何勝何敗。4-0です。4-0 4-0 4-0で勝っててもう燃え尽きた王鵬です。入ってない。入ってない。なんでや、練習したと。はい、ちょっと昨日飲みすぎました。昨日飲みすぎたからやって練習はしよう。練習はしてます。2012年の抱負は。2012年はとりあえずパーフェクトは決勝まで行きたいですね。え、決勝の舞台に立ってみたいんですよ。決勝行ったことないとか、ね、ないです。あ、ベスト4まで。ベスト4までです。ベスト4は何回行ったことある。ベスト4多分4回か5回行ったんですよね。去年2回とその前に2回とあの九州プロオープンが3位でした、うん、ああそうか、なるね。でもね、やっぱそれ決勝に行けんっていうのはね、ミスが多いよね。ミスが多いです。なんでミスが多い。やっぱスキルが足りないと思うんですけどね。いやスキルじゃないやろ、メンタルやろ。メンタルですかね。いやでもブルは普通に入るやろ。前よりはですね。ねえ、もう1000点とか簡単やろ。いや、まあそうですね。鼻毛が出とっちゃう。出てます。うん。ちょっとやめてくれません、このネットで。そのお前ちょっとちゃんとせんや、鼻毛の処理みたいな。ねえ、であれ、じゃあそのじゃあ今年やっぱり軸はパーフェクトを中心に頑張ろう。そうですね。あ、軸はパーフェクト。あと2年のうちには結果出したいんですけど、うん、そう、去年初めて出てやっぱ。あ、全部出たか。はい。ね、壁感じましたもんね。何位。13位です。13位。賞金は。賞金20万です。20万で、じゃあトータルしたら何。
プラスマイナス？いやもうマイナスっす。嘘？なんで？3位2回ぐらいしかなってないですもんね。で、あと交通費とかで、え、赤字？多分赤字ですね。赤字はないやん。20万入って、うん、30万ぐらい入って、うん、あとちょいちょい入って多分全部で60ぐらいしか取ってないですもんね。60か70。あ、そっか。一回勝てばですね。そうよね。厳しいね、やっぱね。厳しいですね。今で去年が何やったっけ？13です。13だ。やっぱ10位以内に入らんと厳しいね。てっぺい君にも先越されたからですね。西てっぺいね、はい、てっぺい君というのは。いやでもね、俺のダーツ見よったらやっぱいまいち落ち着きが足りんような気するけどね、うん、問題の家庭の方がうまくいくわ家庭うまくいってるんですかね。家庭どんな感じなの？子供は順調ですけど。子供は順調、はい、嫁さんは怒らせてばっかり。歩けないですまだ。歩かん、はい、いくつ？1歳です。1歳で、1歳だったらもうジョギングぐらいするやろ。いや、センスって。え、センス、センス。うち遅いんですよ。やばいね。話す？もう全然。あ、まあちょこっとは話しますけど。なんて話す？まあありがとうぐらいです。嘘？はい。ちょっと腹減ったっちゃけどとか言わんの？それは言わんすね。どんなご飯まだいやいや言わんす。嘘？あんたたち夫婦喧嘩ばっかしたらいかんよとか言わん言われないですね。あ、そう。本当喧嘩ばっかなんで。あ、嘘。喧嘩ばっかしよう。ちょっとなんとか。嫁さんと。はい。嘘。なんで？僕が悪いことばっかするから。どういうことすると？いや、それやめてください。またネットで放送されるじゃないですか。いや、どういうことするの？いや、もういいですもう。ん？なんももう頑張ります今年は。家庭も頑張ります。本当。今試合ありようけど。あ、今試合ネット流れとるよね。相園くんと。誰の試合これ。お、ちょっと相手の速くなってな。そうっすね。あ、昔よりはですよね。ねえ、彼ケンさんやから。ケンさんうまい。いやいや、うまい、うまい。この間一緒に最終戦行った時は、うん、1000点とか出してましたけどね。あ、ほんと。ちょっともうちょっと手がスムーズに伸びてくればいいんちゃうけどね。で、彼は？まことさん。どちらだかな。うまいね。うまいですね、うん、あら、で、誰？ナジームのミツルさんじゃないですか。あ、ナジームのミツルはもうダーツやめたよ。いやいや、出とんじゃないですか、今。え、ミツルやろ。はい、ミツルさん。いやいや、ミツルってあのナジームのスタッフよね。はい、あれはあいつはダーツやめたから。やめてない。投げよす、投げよす。いや、誰？違う、じゃ多分それ人違いお、愛蔵のもう愛蔵のもね。いや、ちょっと早くなったね。でも太ったっすよね、愛蔵のね。飯食いすぎ。なんか昔もうちょっと細くてさ、ちょっと見栄え良かったけどね。こんな太ったらやっぱダメやな。ねえ、なんかパンパンですもんね、うん、こっちはまだ太っとうね。ケンさん、ちょっと言っときます。俺、痩せたろ、ちょっと痩せたっすね。痩せたろ、病気したっちゃ。そうなん、本当にっすか。いやいや、とりあえず膝に負担がかかるから、とにかく俺走りたいって今信号無視をしたいわけ。いや、まだ走れないんですか。うん、まだね、軽くジョギングみたいなのには取り組み出したけど、まだね、筋肉が言うこと聞かんのよ。やっぱりこう反応せんのよ。おいちにおいちにって行き寄っても急にその 1,2 がその いきなりガクーンとなったんです。伸ばすところ伸ばしきらんの。そうなん、膝とかもう一番治るの大変そうですよね。そうそうそう、だから一回割ってみようか。いやいや、僕折ったことないですよ。いや、ほんと折ったことないなら一回やってみて、膝を割ってみて。いいですよ、こんな痛い経験したことないと思うよ。あ、もうマジで痛い。
だってプロスポーツ選手もほとんど膝とかで引退したりしますからね。そう、もう大変。貴乃花とか大変。それはそうと、な最近家庭の方うまくいってない。いやだから戻さないでください。本当に大丈夫です。離婚とか可能性ある？いやないです。いや離婚ない、ない、離婚はないって、うん、なんでなんで喧嘩ばっかりしよっちゃろ。僕はもう粘ります。あ、逆に言ったらお前がすがる方だ。はい、捨てないでって。もう完全にもう尻に引かれてます。尻に引かれてもう完全に、じゃあもうすがる方の立場。はい、結婚失敗した？いやしてないです。いや正直、いやしてないです。いや顔がなんかほんま、いやお前がお前が嘘言う時ってさお前が嘘言う時ってさこう目がこう回るよね、こんな感じで。いや本当に大丈夫です。大丈夫、大体分かるって。お前だってうちに3年2年ぐらいあったの？2年ぐらいやってたらもう聞きにくいんですよ。ああじゃあもうこういう動きなんだね。まあまあそれはそれでいいんじゃないの。うん、じゃあもう全然今対照的なよね、今投げてる藍園。もうすごいっすね、持ってるところもすごいし、うん、ものすごい前ですもんね。で相性いい？藍園とパルと対戦した？あ、してないっす。してないんだ。あ、早くなったね、ちょっとね。うん、やっぱうまいよね。うまいっすね。こう練習とかで一緒する？あ、最近はしてないですね。ああ、ほんと。年も同じぐらいの？いや、多分2個か3個したっすよ。したった。でもみんな太るよね、でもね。お前は全然太らないの？いや、太ったっす。7キロ太ったっす。あ？それでもまだ61ぐらいです。あ、まあ、53やったの？54ぐらいです。嘘？はい。ほんと。じゃあ今こうテイクバックをこう気にして練習して、でじゃあテイクバックを練習したら、じゃ あの手はそのまままっすぐポンと出るってこと？そうですね。もうここがスタートが一緒だったらやっぱ安定すると思うんですよ、うん、これが僕もうここになったり短いことが多いんです。でもさ、それだからってあの入らないってことになるわけ。ちょっと力が伝わりが弱くなるんですよね。ここからのあれとこの辺からになるんで、ちょっと短くなって、うん、短くなる。じゃあそれを、ま、気にせないかんわ。いやその一歩を超えたいなっていう壁ですけどね。だからそれが全部テイクバックに集約されてはね。あとはテイクバックも大事なんじゃないかなと思って。もちろんフォロースルーとかも大事ですけど、そうだね。やっぱ見てたら上の人たちやっぱ安定してるんですよね。いやそうです。もうダーツも安定してほしい、フォームも安定してほしい。フォームが全然安定してないんで、うん、あでもフォームを安定させたいと思ってないと思うよ。あトップ10ぐらいは、うん、やっぱり感じとうのはフォロースルーとメンタルと思うけど、テイクバックっていう話はあんまり聞かない。でも今、例えばレーティングで言ったら大体どのくらいキープできてる普段？まあ、落ち着いてるのは21位ですね。21位っていうことはどのくらい？34号の4.2 とか。34号の 4.2。 それはブル？それとも60、30？ あ、もうどっちも使ってます。あまあそれやったらやっぱりよく言ってベスト8のスコアよね。俺こう見ようけど、だいたいトップのスコアってトップベスト8とかベスト8以上のスコアって言ったら、だいたいクリケットで 4点後半で、うん、だいたい 0-1 でやっぱ40弱ぐらい、37、8。まずそこの絶対値を上げれるようにやっぱ練習していかないと。でさっきヤンマーさんとか見よったんですけど、うん、やっぱ僕初戦が特に弱いんですよね、うん、初戦からはもうバチバチですもんね。だから初戦からやっぱりバチバチじゃないとパーフェクトには残っていけん。残っていけんですね、うん、今1日どんぐらい練習してるの？まあその店にいるからですね。まあ投げてるの多分1時間ちょいか2時間ぐらいと思うんですけど、でももう1時間練習したからとか5時間練習したからっていう問題やないですね。もうそのパーフェクト上位行くっていうのはもう
その練習量とか時間じゃなくて、もう自分がどういうメニューをこなしてどうやって作り上げていくか、